種子植物は植物のうち有性生殖の結果として種子を形成するものである。イカンタバを持つイカンタバ植物に含まれる。全植物の約8割を占め、大別するとシュ植物と菱子植物に分かれる。種子植物の祖先はシダ植物である。シダ植物は体の構造は陸上生活に十分適応していたが、全葉体の上での受精の際に、 水が必要である。種子は全容体を保護し、その中で受精をも行わせることで、外界の水に頼ることなく、受精が行えるようにするためのものである。これによって、植物の陸上生活への適応は、格段に進歩した。そのため、極地などを除く、世界中の陸上に進出し、大変な多様性を獲得するに至った。また、種子が、 多くの栄養を蓄積する構造となったことで、動物にとって重要な栄養源となり、それをめぐって動物との間に共進化が進んだことも重要である。種子散布については、植物の型から動物を利用する場面も多く、同様な現象は花粉媒介をめぐっても見られる。古生代後半に出現し、すぐに地上の優先的な樹木の地位をシダ植物から奪い、 その後主力の地位は、裸植物から菱植物に移ったものの、現在に至るまで、世界中の地表を覆い続けている。原生種については、種子植物は生殖器官として花を持つことから、喧嘩植物とも呼ばれるが、裸植物では、放射用と区別がつきにくいものもあるので、菱植物の花だけを花と呼ぶ考えもある。化石植物であるが、シダ種,種類には、 普通の葉に種子がついているものもある。蒸気のように、種子は全容体を保護する構造に由来し、花はその前段階である胞子を散布する構造に由来するものである。従って両者は起源をことにし、まず種子を形成するものが生まれて、その後に有性胞子を散布し、それを受け取る構造としての花が形成されたと考えられる。ありがとうございます。